といってキヌア、キヌア、キヌアだ、はい、あのペルーの、穀類なんですね、でこれが、体にとってもいいのが特徴で、必須アミノ酸っていうのがあのほとんどバランスよく含まれていると、こういう植物はもうあんまりなくて、10年以上前からNASA でアメリカの NASA で、宇宙食にもなっているような作物なんです、で、2013年からあの世界中に飢餓を救う作物として注目を浴びてて、あの国連で飢餓の年というのがあの認められましてね、それから世界中に今あの栽培が始まってるんです、で日本でも、10年以上前からキヌアが輸入キヌアが入ってまして、いろんなところでこう販売は実際はされてます。富士見町の、声優の中でも手に入るような時代になってます。あ、そうなんですか。でところがまだ国産っていうのが日本では、うん、あんまりできてなくて、去年の16月7日だったかな、NHK のテレビの朝一でそれが取り上げられて、朝一ね、はい、うん、で、その中で富士見町も、去年試験栽培をやったのがちょっと写真も出ました、で今年そんなんで、富士見町でも、今4件ですけど、皆さんが面白そうだねということでこう一緒にやりだしてまして、じゃこれは町の特産品ということでいいですね。やがてそういうふうになってもいいと思って、これはどうやって食するわけですか。栽培ですか、いやいや食べるの。あ、食べる、はい、今日はこうして富士見工房、あの富士見高原チーズ工房さんが、あのチーズに混ぜて、今日は試食で食べられます、こういうのをやがて製品として富士見町の特産にもなっていくんじゃないかなと、あと小笠原商店さんがところてんのねゼリーに混ぜて、ところてんですかね、混ぜて、そういう飴を作ろうっていうものの開発中です。あ、そうですか、はい、で道の駅では絹入りのおにぎりなんかも今日は多分食べられるわけです。あ、で一般的に食べやすいのは、食べて甘いとかそういうあんまり特性がないので、いろんなものにもトッピングができるんですね。あ、一般的にはご飯に混ぜて、ご飯に混ぜて炊く、炊くですか。やった方を大変大勢おられます。あ、そうですか。で、私の友人なんかも、半年食べた方なんかは、コレステロールの値が検査の時にガクッと下がって、あ、それいいですね、調子いいよと、あ、実際そういうデータもありますので、こう元気な生活を支えられる大変いい作物なんじゃないかなと。あ、そうですか、ありがとうございます、はい。